マシューケン・トールソンは、アメリカ合衆国ジョージア州、グーインネット・グンリルバーン出身のプロ野球選手。右ト左打。MLB のオークランドアスレチックス所属。相性はオリー。2012年の MLB ドラフト一巡滅違法で、オークランドアスレチックスから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグアスレチックスで、プロデビュー。 A-9 バーモントレイクモンスターズでもプレーし、2球団合計で50試合に出場して打率28。282、9本類打、45打点の成績を残した。2013年は A 級ベロイトスナッパーズでプレーし、134試合に出場して打率。225、23本類打、93打点、4盗塁の成績を残した。 2014年は A 級ストックトンポーツでプレーし、138試合に出場して打率。262、37本類が97打点に盗塁の成績を残した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、メサソーラーソックスに所属した。2015年は A 級ミッドランドロックハウンズでプレーし、133試合に出場して打率。 249、17本類七75打点、5盗塁の成績を残した。2016年は開幕からトリプル A 級ナッシュビルサウンズでプレーし、131試合に出場して打率。235、17本類打、60打点、1盗塁の成績を残した。マイナー全日程終了後の9月12日にメジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りし、同日のカンザスシティロイヤルズ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは11試合に出場して打率。0球後だった。2017年6月24日のシカゴホワイトソックス戦ではメジャー初本塁打を放った。また、この試合では同僚のジェイコブ・ブラグマン、フランクリン・バレットもメジャー初本塁打を放っており、同一チームの3選手が 初本塁打を記録するというのは MLB 史上初めてであった。2018年は一類一種のレギュラーに定着し、全162試合に出場し、打率247、29本塁打、84打点だった。オフにゴールドグラブ賞を初めて受賞した。2021年7月4日に選手間投票で控え足として自身初となる。 オールスターゲームに選出された。オールスターゲーム前日の7月12日に開催されたホームランダービーに出場したが、第1ラウンドでオリオールズのトレーマンシーニに敗れて敗退した。5回裏に一塁手で先発出場していたブルージェイズのブラディミール・ゲレーロジュニアに代わって守備について途中出場し、オールスターゲーム初出場を果たした。ありがとうございます。